林外務大臣は昨夜、中国の秦剛外相と電話で会談し、建設的かつ安定的な関係構築のため連携していくことで一致しました。会談で林大臣は中国側に対し、ロシアとの連携を含む日本周辺での軍事活動の活発化に深刻な懸念を表明した上で、日本の対中世論が極めて厳しいことを伝えました。中国外務省によりますと、秦氏は日中関係について、平和的共存と友好協力は唯一の正しい選択だと強調し、両国関係を改善し発展させられるよう望んでいると述べたということです。日中外相による電話会談は、昨年末、秦氏が外相に就任してから初めてとなります。